実体というか JSB 乗るのはまあ2年ぶりで、桜井さん乗るのは4年ぶりなんですけど、やっぱり JSB はすごい面白いし、線ってやっぱりスピードがあってまあ車重もあるんですけど、やっぱ自分ではやっぱ楽しいですね。まあ、あの桜井さんのお客さんがまあ毎年結構何百人って来ると思うんで、まあ去年までずっとあの予選トップ10に残ることができなかったん でそれを踏まえた上で、まあ、桜井さんの会長と社長があのぜひもう一回乗ってくれっていう話で、あの結構プレッシャーもあって、まあ、なんとか残りたいっていう気持ちがあったんですけど、あの今回の予選でちょっと転倒してしまってタイムアタックができないまま終わっちゃったって感じなんですけど、まあ、今回僕は、まあ、こうやって、桜井さんに呼ばれたというのも何かの縁だと思いますし、で、まあ、今まで、まあ、この2年、あ、4年ぐらいですかね、まあ、JSB に乗ってないですし、まあ、あの、あと全日本の方で前線戦ってるわけじゃないので、まあ、8体ってこういつ何時呼ばれるかって感じもあったんですけど、まあ、一応今回区切りをつけて、あの最後の8体を通して臨もうかなと思ってます。この後はやっぱりあの若い子にもいろいろと乗せて、まあ、チャンスを与えてあげるっていうのと、そういう指導としてあの今後はやっていきたいかなっていうのがあって、あの決意をしました。で、まあ、一番印象に残ってるのはやっぱり表彰台上がったことが本当に一番印象的ですし、で、まあ、あそこに登るっていうのはすごい大変なことですし、その中でやっぱり匠と組んで、初めて乗れたっていうのがすごい嬉しいなと思いましたし、やっぱあそこに最後登って表彰台で上がるってことは本当にやっぱ全日本とは違ってこのまた格別なものなので、あのすごい乗りたいですね今回も。皆さん応援よろしくお願いします。